藤村広場は、宮城県仙台市宮城野区の仙台駅東口の中家町にある初恋通りに面した広場である。藤村広場のカラーブロックによる、揚げ派町、島崎島村作、荒浜の春の潮祭の記念碑2004年3月に完成。名前の由来は、日本近代史の先駆けとなった詩集、若名集を書いた、 島崎東村が下宿していた三浦屋があったことによる。広場の面積は1450平方メートル。40メートル四方の敷地に若名州の表紙画をモチーフにした蝶の図柄がカラーブロックで描かれている。広場内には3つの石碑が設置されている。広場の建設に合わせて設置された。若名州の表紙図柄及びここ三浦屋にありて、 若き島崎東村日本近代史の夜明けを告げる、若名衆を生むという文言が彫り込まれている。なお、合わせて、1994年に、中家町東明青年部が、藤村下宿先の三浦屋跡地に建てた看板も、広場近くの塩釜神社に移設されている。若名衆の中の一辺、草枕を、島崎東村の直筆で仕立た,ためた石碑。2007年9月に、 仙台市青葉区にある青葉山城市より移設されている。元は仙台市宮城野区荒浜地区にあったが、2011年の東日本大震災によって、同地区が荒廃し放置されていたため、2015年8月に藤村広場に移設している。ありがとうございます。